水玉の森と水玉たまらんですね。金さん、うん、あえっ、ね、おっすごい痛くないっす。あら一番のデトックス効果があるのここなんで。ロリコンちゃん、マサタです。じゃあすいません、2回戦です。トリカイです。どうもありがとうございます。こんにちは。こんにちは。今日は2人とも死にかけてるので、はい、ぜひお願いします。はい、よろしくお願いします。これね、若菜先生にやってもらうと。あ、そう、若菜死に親衛隊長なんで若菜死に親衛隊長ですあれ、おかしいな。松尾太郎地域、僕、相変わらず首がやばいんですよ。で、ここはちょっと後で多分言うと思うんですけど、うんこ漏らしてるんで、いろいろ起こってますよね。はい、やばくないですか。漏らしてるって気づかずに漏らしてる。気づいたらなんかこんにちはしてるんですよ。ほんと。何も。どうした俺しみたいな。相当やばいみたいですよ。やばいです。セミナー終わった後にホテル帰って、そのまま嘔吐して。で、気づかなかった。嘔吐してって、もううんこ漏れてたんです。あれあれっていうのは。え、笑い事じゃない。笑い事じゃなく重症なんで。重症ですね、もうね。で、ちょっと糖尿病の毛もある。うん、そう。で、肝硬変。ほらなんで。しっかり治療してもらってください。まずは先生に。はい、で僕は今日は何を。今日首の痛みもあるってことなので、はい、まあ、首の針もそうなんですけど、はい、まあ、前回やった水玉をもう一度。水玉たまらんですね。気持ちいいんですか、あれは。あれめちゃくちゃ気持ちいいです。終わった後がもう特に。ああいいですな。ただ後がね結構やっぱ残るんで。ずっとね、しばらくね、あれも悪いから、うん、そうです。普通ダウンだとすぐ消えていくんですけど、まあ、長い日数残ってるってことはやっぱり血流が悪かったり代謝が悪かったりするので、もう一回水玉してあげると多分前回よりも後が消えるのが早いと。なるほど、なるほど。あとは美容師も、はい、久しぶりにやっていく。本当久しぶりですね、うん、いいんですかそんなに。なんかフルコースなんかすごいね。あ、でも見ましたよ、なんかすっげえ嫌な顔してたんで、うん、さっきね大丈夫かなと思ったんですけどそんなことはありません。僕はね、なんで今日来たかというと、はい、明日からまた激務なんですよ。もう丸一日。僕はね、ちょっと昼間の時間はちょっと子育てもあるので参加しないんですけど、はい、もうここがもう昼から夜までずっと出ずっぱりで、一日中で、1日、2日がそれの感じでしょ。で、3日から東京なんですよ。で、3、4、5、6東京で、で、7からもまたね、そう、それずっともう詰まってる。もうずっと、もうずっとなんですよ。10日間連続ぐらいで詰まってるんですよ。雪日もいっぱいあるから、今日松田先生にニキビの治療もしてもらってます。あら、そんなこと可能でござるか。すごい可能でござる。若田氏よろしくお願いしますということで、またね、若田先生よろしくお願いします。本当失礼します。松尾太郎中期痛くて、ここがなんかズンってくる感じなんですよ、ずっと。左は全く。多分左も痛いんでしょうけど、こっちが痛すぎてあんまりわかんない感じです。頭痛がね、するんで。頭痛も右だけです。頭痛はそうですね、ここら辺から来る感じですね。後頭部からずっと来てる感じ、はい、右に向けてください、はい、左も。これ痛いですか、その首は。痛いです、ここね。いや、今ズキンってきたんですけど、こうするとここ痛いんですよ。上げると痛い。右向いても左向いても同じ場所が痛いです、はい、いや、右だけです。右だけ痛い。こっち向くとここが痛い。ここが痛い。こっち向くとそうでもない。そうでもない。またいつも通り。これなんでですかね。戻っちゃうんでしょうね、すぐに。やっぱりやっぱちゃんとね、通わないと。普段の姿勢と、あと飛行機がね、どうしても。水玉はどうでした？前回効果としてはどのくらい軽さとか柔らかさ持ちましたか？跡が消えるぐらいまでは残ってました。あ、1週間ぐらいは楽でしたね。すごく体は軽くなるんですけど、どうしても1回じゃその効果の持続って難しいので、今回もう一度水玉もやって、はい、体の背中の部分と首の部分を緩めて、ちょっと頭痛のだったりズキッとする痛みの原因を取って首肩軽くしていきます、ね、はい、お願いします。このままの状態で針を打っていきますね。このままの状態、はい、この状態、座った状態です。ちょっと指使います。指どういうことですか。いやいや、指使いますって言ったままどっか行ったえ、痛いんじゃないの。痛いんですよ。どうでしょうかね。絶対痛いやつそんなことは。いや、めっちゃ笑いよ、ね、めっちゃ笑いもうこれ切らんことになったわでも、言うことですよ。指意外と痛くないです。言うことですよって意外と痛くない、本当ですね。はい、意外と痛くない。信じますからね。はい、私、うん、他のところの方が痛いと思います。あ、本当ですか。指は見ない方がいいですよね、多分ね。見ると痛いじゃん。見ない方がいいです。あ、じゃあそんなに痛いってことですね。もう一回首右に向けてズキッとするか、うん、あ、痛い、うん、右ですよね、はい、入れていきます、うん、
チクッとします、はい、あっ、あっ痛くないか。でも今は大丈夫です。最初はズーンとしてやっぱ指に入れちゃうと、でもやっぱ最初から痛いっていうとこう嫌じゃないですか、気持ちがね。痛くないって言ってる。騙した。だから見ないようにしてる。これ響きが強いんですけど、やっぱ速攻性がある針なので、一回ちょっとだあれだったら刺し直すんですけど、もう一回右向いてもらってちょっと緩和とかあります。あ、すごい。え、はい、痛くないっす。あら、いや、まじ、あの、いや、ちょっと、あの、いや、これすごいっすね。本当ですか。いや、あのね、これ伝わらんでしょ、多分、うん、いや、でも打ったでしょ。伝わらんでしょ、うん、いや、あのね、こっち向いた時にズキってくるんですよ、はあはあ、こっちが今、はあ、で、こう、全く何もないの、今。へぇ、指、結構最初に刺す時だけズンってくるんですけど、もう、かなり速攻性があるので。これマジですごい、びっくりした。特にここはこう、首の特攻見らん時よかったら、こんな入ってんだ。見ないでください。そう、怖い、うん、怖いです。怖いです。相当入ってんだもんだって。これ正座するんでちょっとズンビしたいんですけど。ズンビって東北の方ですか。でこれですね、やっぱ自信時間、置いてる時間が長ければ長いほど効果も高くなるので、なるほど、ちょっとこれ刺さったまま背玉していきます。わ、はい、かりました。背中のニキビが増えてます。なかったですよ、この間。もうここ最近のストレスがもう半端なくて、もう、はいはい、北斗七星みたいになってますよ、ここね。あ、嘘、うん、やばいね、うん、こう私のほくろみたいです。あやばい、天下が2つくらったから。あ、ほんとだ、ほんとだ、うん、私、あの真夏の大三角形。あ、なるほど、なるほどって呼んでるんです、このほくろ。お、真夏の大三角形。はい、すみません、夏の大三角形。また間違った。夏の三角形です。夏オタ道中記。背中のニキビができるのって、うん、原因なんですか。一番私が思うのは、はい、シャンプーとかリンスとか流すとき背中にバーって、はいはいはい、そのすすぎ残しもやっぱ大きいな、大きいんですよ。あ、なるほど。あとはその内臓の不調とかがあると、あ、そこの表面に出てきちゃう。最近ね、また胃が痛くなってきてるんですよ。でね、心臓のところすげえ痛くなるんですよ。おお、やっぱ流れが悪いとそのニキビとかできやすいので、水玉で流してあげるだけでもその老廃物、はい、デトックス効果もすごくあるので、治りやすい、ニキビ自体は治りやすく、できにくくもなっていきます。なるほど、めっちゃ気持ちいいですね、ここで。それも気持ちいいですよね。もう赤くなってます、もしかして。もうすぐ赤くなってます、うん、この前動画で見てびっくりしたんですよ。一回しただけで赤くなっちゃったんで。そうですよね、あのやってる時は見られないので。そうそう、楽しみにしてたんですよ。そしたら水玉の後が気持ち悪くてゲー吐きそうになった。松尾多動中期。筋膜を緩めてリリースする効果があるので、なるほど、背中がすごく軽くなります。のんちゃんしたことないの。ないですね。今やったの相関法なんですけど、これを火で吸い付ける火管法っていうやつあるよね、なんかね、表面、うん、そう、なんか炙ってね。ここではそれがないんですけど、私それが好きなんですよね。あ、そうなんですか。楽しいじゃないですか、火をつけて人の背中に乗っけるって。やる方がですね。そうです、そうです。 S ですか。いや、違います。いや、絶対そうですよ。絶対そうですよね。松尾多動中期。水玉っていうのは背中のみですか。そうですね、基本的に背中で、足とかに、足の後面とかにしたりもします。なるほど、なるほど。むくみがひどい人っていうのですね。ワンちゃん、絶対飛行機のせいもあるよね、これね。多分そう、やっぱずっと座ってることが多いですからね、どうしてもね。やっぱ一番のデトックス効果があるのここなんで。あ、なるほど、なるほど。ここは絶対にしときたい。効きますね、肩甲骨あたり。そうなんです、この脇の下あたりなんですけど。左が痛いね、これ。前回右でしたよね、でも。前回右だと。右はね、どうでもない。どうでもない。前回、すごくこう、場所によってはドス黒く、青紫っぽくなってたんですけど。動画で見ました。今見る感じだと、大体均等な色味感で、すっごい悪そうなところっていうのはないですね。ただやっぱり、少しはちょっと色味が悪くなってるので、まあ、体の中の古い血が溜まってたりはするんですけど、前回はよりは、かなり体の状態は良くなってると思います。なるほど。ちょっとこのまま時間を置きますね。はい。言うほど悪くないですね、色が。本当ですか。前回と見比べたら多分わかると思います、動画で。背中の方が良くなってきてるからね。でも左の方が痛いって言われてたじゃないですか。色が全然違う、ね。でもやっぱり右の方が悪いです、色は。あ、本当ですか。痛みも
も出てるのも右なので、はい、右の方の筋肉が硬かったり滞りが多かったりっていう感じです。全然違いますね、ちょっと麻痺してるんですかね、そしたらね、右側感じにくくなってるのかもしれないですね、ね、鈍くなってる。高校悪いですね。あ、場所で言ったら肝油って言われるところなんで、肝臓の部分なんですよ、うん、肝臓が悪い。東洋的に肝だとやっぱストレスとか疲れとかがたまると反応が出るので、ストレスはやっぱり、うん、きた。ドラクエもっとしたいのに。もうやめてください。一旦こう体が健康になるまではドラクエやめた方がいいんじゃないですか。絶対言われると思ったんですけど、やっぱ肝の部分とか徳脈上に反応が、徳脈っていうのが真ん中にあるんですけど、そこに反応が強く出てるので、はい、ちょっと体の治療はそこら辺も考えながらしっかりしていきます。昨日も11時から4時ですよ。4時、そう、え、何してたんですか。ドラクエです。浦野さんのせいです。そうそう、なんか私のレベルを上げるっていう企画で、4時間以上やってましたね。マジしんどかったですね。しんどかったですね。上がるんですか、そんな4時までやったら。いや、上がんなかったんですよ、結局。上がんなかったです。そんなに。え、もったいない。時間、時間が。時間がもったいない、本当。仕事とはいえ。前回と全然色味が違いますね。肝臓が悪いと。現代学的に言ったら、はい、よくこうお酒とかで肝が得られるって言うんですけど、はい、東洋医学だとやっぱストレスとかも疲れ、疲労が肝に出ちゃうので、伊藤さんはもうそっちから来てると思います。そうですよ、ね。あとは昨日もう大説教ですよ、羽田空港で。誰にされたんですか。浦野森川、ね、チョコです。何かやらかしたんですか。僕をほったらかして飯食いやったんです。人を45分待たせて、うん、しかもその前に二階堂さん会議室を取ってたんですよ、うん、5時間多めに、はい、3人のために、はい、そしたらそれすっぽかしてるんですよ。うわ、だからそれ僕それ許せないんで、はい、お前大会にしろって言ったんですよね、はい、したら3時に羽田空港に集合って言ってたのに、はい、来ないんですよ、うん、でそんだけ先に怒られてるのに飯食ってきてるんですよ。松尾忠通記。わあ、背中がめちゃ楽だな、これ。そうなんですよ。でも体が軽くなるので、ね、うん、分からんやろ、うん、軽くなるんですよ、これ、うん、すごいの。なるほど、ぜひ一回ちょっと気になる方は水玉を受けてみてほしいです、うん、受けた方がいい、これすごいんやから、うん、何とも言えない軽さ、うん、もうすごいもん、すごい、すごいすごい。あのね、こうすれん、うん、こうなんかね、肩甲骨がこう動く感じがするの。ああ、そうなんですか。しっかり筋肉が緩んでるので自分で肩甲骨を動かせる感じがする。硬くてね、僕こんな動かんのよ、普段。緩むんですね、ここはね。そう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 。昨日でも45分待たされたことをね、もうだいぶ思い出して、ね、ほぐされたでしょ。だいぶ緩和されたね、うん、一生許さんけど。いや、でも水玉で結構楽に。昨日の名前ですよ。いや、お前自分の罪をそうやってお前新旧で取ろうとしてる。松尾忠通記。行って行って。フランさんが、いやでもまさか犯人とは思わなかったっすね。すっげえなこれ、うん、うわ、ほうれい線がねなくなってきたんですよ。薄くなってます、確実に。あ、3食パンを食わしてやろうかね。松尾忠通記。あ、バビル2世です、ま、今、うん、バビル2世ね。右腕あります、うん、さっきの上がりますね。上がるような、うん、上がりますね。上がるようになりますね、うん、痛みはどうです。痛みないです。首右に向けてください。ズキッとする痛みは、あ、ないです、ないです。反対側向けてないです。ないないです、うん、いいですね。しっかり水玉と針で緩めているので、また今回あの色目とかもすぐに早く消えていくと思います。多分体の軽さとかも前回よりも長く持続期間とかもあると思うので、まあ、体の軽さ体感しながら残りの1週間これからの仕事頑張ってください。ありがとうございます。針このままでも大丈夫ですけど、どうされます。針このままでも大丈夫ってどういうことですか。もうこのままでもですか。そうです、このままでも大丈夫ですよ。どういうことですか。つけて帰りたかったら。いや、つけて帰りたいことはないんですけど。そうですか。いきます。はい。痛い、すごいですね、これ抜くときもすごいですね、うん、あ、すごいよ。きついんですけど速攻性があるので、うん、ぜひ本当すごい、うん、指針、天才人生で一度はやってみてください。松尾忠通記。ありがとうございました。ありがとうございました。すごくね、
首をね、うん、あんた知らないわけで僕見てない、ま、こっちにこう向けたらねズッキンってしてるぐらい痛かったんです。ああ首痛いし、うん、治った。ここにサッと針を素晴らしい。指ですよ。指入れたんですか。はい、指。いや指を入れたんじゃない、針を入れたの。指に。あ、指にこう。え、このあ、こうキリ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 ってこうねじりながらここにズブ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 。そう、カイジ。あ、カイジ。一条に捕まった時のカイジ。そうそうそう。ギャーってね。え、指に入れて首が治ったの？はい。へえ。首の特効血が指にあるので。で、吸い玉もしてもらい。はいはい。すっげえ楽なんですよ今。軽い。おお、よかったっすね。やった。いや、これから元気目やからね。そうだ、確かに。とかないかと思ってね。一回リセットしとかなきゃいけなかったから。すごいっすよ。最年少で美容鍼灸学会、はい、うん、ですよ。お、論文を発表したんですか。最年少しました。わあ、すごい。すごくないですか。それはすごい。天才ですよ、だから。すげえな、鳥海。そんなすごい人だとは。ああ、もえ、そう、すごいな。でね、今回どうなる感じですか、料金は。なんかなるんですか。美容鍼灸1万4000円と受信料4000円の1万8000円を、うん、はい、この YouTube を見たと言ってくれた方は3980円。クソ安、うん、え、3980円。はい、安っ。安い。僕今日ね、美容もしてもらったんですよ、うん、美容会。あ、そうなんですか。おうおう、してもらって。おう、そう、ほうれい線がね、だいぶ減ったんですよ。あ、確かに、本当だ。薄くなってきたんですよ。すごい、すごいでござる。すごいでござるな。まあ、私急にキャラ戻さない。まあ、そうだし、最初からそれでいけや。あれ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 。いや、ふわふわふわじゃない。疲れたね。松尾多動中期。あ、水玉もできるんでしたっけ。水玉はできます。水玉オプションになるので、うんうん、それとは別につける形になるんですけど、うん、水玉自体はオプションが5000円なので、うん、え、でも5000円でしてもらえるんですか。水玉してあげます。すごい、してあげます。すごい、いいじゃないですか。めちゃめちゃ楽になりますからね、うんうんうん、ぜひ皆さん来てください、うん、ぜひぜひ。8月に、はい、うちがやっぱ予約の状況とか取りづらくなってきたので値上げするんですよ。あ、そうなんだ。なので安く受けられるのも今月、今月、うん、なるほど、はい、4月いっぱい、うん、なるほどなるほど。早く来た方がいいですよ。そうね、それであれば、うん、値上げするって。おかげさまで予約が取りづらい。いや、もう、あ、本当ですか、うん、あ、よかったよかった。結構ガチガチ、結構ガチガチ。なので本当だ、ミツルミツルミツルって書いてある。ミツルじゃねえ、ミツルじゃねえよ。ミツルミツルって書いてある。まんまがミツルさんの予約がいっぱい入ってる。ミツルさんばっかり。ミツルさん来すぎ。ミツルさんの予約が来すぎや。ミツルさんね、すごいっすね、ミツルさんね。ミツルさん毎日来てます。やっちゃうんだよ、どんだけ来やん。いやいや、顔しがなくなるよ、これもうツルンツルンになるよ、ほんとね。いや、すごいですね。いや、よかったよかった、ほんと。皆さん、来てください。説明欄にね、カナさんのチャンネル貼っときますんで、登録してください。もう登録してないやつはもう知らん。知らんからもう。知らん、それは知らん。ね、それはもう知らん。うん、ね、森岡先生、一生懸命喋っとるから。うん。知らん。もう言うてやった方がいいですよ、もう。登録せんやつは知らん。怖っ。怖っ。じゃあ、チャンネル登録よろしくお願いします。さよなら。せーの。ムンバイ！カンナ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 目の浜で五年カンナ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 今日もぬるぬるごめんカンナ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 針の治療の専門家迷わず行けよ行けばわかるさ一二カンナ来てください。何で笑うの。どう喧嘩しようドタバタしてる。気になる女性に何だったっけ、さっきずんぐりぽっちゃんみたいな。ずんぐりぽっちゃん、ずんぐりぽっちゃんみたいな。何何何じゃん、なんか自分がずんぐりぽっちゃんみたいみたいな。寝てません。喧嘩せんよ、すぐ喧嘩するけどね、もう。じゃあ仰向けに、はい、うつ伏せになって、うつ伏せに